どうだ、ことは解決したか。それならいい。行かぬ。人が多いところは好きではないと言ったはずだ。この時期は特に。そうだぞ、すごく神々しい鹿なんだ。一緒に見に行かないか。異衝動天心君、所詮ただの小刀だ。人が作った光るゴミに興味はない。お前たちだけで行ってくれ。やっぱり行かないか。一回オーナーに聞いてみるか。もしかしたらオーナーならいい方法を知ってるかもしれない。どうやらまた将様と一緒に大事を成し遂げたようね。ここまで騒ぎが聞こえてきましたよ。今年の怪盗祭もそろそろ終わりだけど、やっぱり行かなかったのね。はあ、ここ数年あの方が怪盗祭に行ったのを見たことがありません。怪盗祭に行ってもらうよりも怪盗祭をここに持ってくる方が簡単かもしれませんね。怪盗祭を持ってくる、それだ。翔が怪盗祭に行かないのなら怪盗祭を持ってくればいいんだ。え、ただの冗談ですよ。本気にしてるんですか。どうやって運ぶのです。怪盗祭を回っていた時に小刀の編み方を教わったんだ。それと特産品を売ってる屋台も見つけた。たくさんの美味しいものと綺麗な小刀、あと過去の英雄、それと昔の友人たち、これが怪盗祭のすべてだろ。確かにその通りね。でもどこに配置すれば。そうですね、少し広い場所がいいでしょう。屋台も作った方がいい。そこに行っていい場所を探しましょう。どのような屋台がいいのかも大体把握しました。何か参考になるものがあるはずだ。ここはエレベーターの入り口に面している。あまり良くないです。俺様はただついてなかっただけだ。ここは人の往来が多いのであまり良くないでしょう。このクレーンはとても重要なんだ。ここがいいですね。静かでぴったりな場所だ。ではここにしましょう。どのようにして屋台を建てるかも思いつきました。少しお待ちください。どこから始めるべきか。よし、これでいいでしょう。ほら見てください。少しかじっていただけです。何年も前に学んだものなので、もうほとんど覚えていませんが。これで屋台はできました。ついでに小刀も飾りましたが、いい感じでしょ？ははっ。私のようなリーユエで生まれ育ったものは、ほとんど編めますよ。
そうだ、せっかくの祭り、いいものを食べなくては。料理については考えてありますか？料理、あ、杏仁豆腐、前にショーにご馳走したことがあるぞ。杏仁豆腐とチコ魚焼きですね。わかりました、すぐに元将に用意させます。ちょうど食材も旅館に揃っていますし、これくらいの料理ならすぐに作ってくれますよ。お二人はあの方を呼びに行ってください。ここに来る頃には料理の準備も終わっていますよ。すみません、すみません。若様、あと何日待てますでしょうか？新鮮な空気は私のために用意された。何の用だ？人の多いところは好きではない。お前たちだけで行ってくれ。どういうことだ？運んできた？もうだから、旅館の下に美味しいものと消灯をたくさん並べたんだ。周りには人もいないぞ。降りよう、料理が冷めちゃうぞ。どうだ、オイラたちが持ってきた怪盗祭は美味しそうだろう？これがお前たちが運んできた怪盗祭か？人間の行動は機械でなければダメなのか？何のためにこんなことをした？そうなのか？人の心を理解するのは難しいな。話はいいから早く食べようぜ、料理が冷めちゃう。オイラは先に食べるからな。よし、ご飯も食べたし、次は名勝の塔を見に行こう。お前たちだけで行け、我は興味ない。そうだぞ、名勝の塔を見に行かなくてもオイラたちを送るくらいはしてくれてもいいだろ。ここからリーユエコーまで遠いし、郊外は危険だ。そう、どこもかしこも危険だらけ。城内までとは言わないから、せめて城の近くまで送ってくれよ。わかった。城の近くまで送ろう。よし、じゃあ早速出発だ。
送るのはここまでだ。城の中まではついていかぬ。まだ何かあるのか。お前も怪盗祭で祀られる英雄なんだろ。なんで名称の塔を見ないんだよ。我は人が多いのは好きではない。何も悩みのない穏やかに暮らす人々。我と彼らは違う。我は殺戮と共にありすぎた。苦行に慣れすぎてしまっている。幸福な人々と一緒にいるのを我は話はここまでだ。ではまた。ただの賑やかしが趣味なのか。おい、これはれっきとした祭りなんだぞ。賑やかしってなんだよ。れっきとした。もういい、明かりを見に行け。だが気をつけろ。何か危険な目に遭った時は我の名を呼べ。必ず駆けつける。お前でもこのリーウェでも、すべての明かり、そして平和を祈るすべての願いは我に届くのだから。賑やかになってきたな。